合計が29万。新ルールが追加されました、はい、絶対買わなきゃいけません。爆買い、テンション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 。自分なんだろうなって言って。超ホラーでのじゃんけんの負け弱さで、もうあの時にもう、あ、やばいなと思って。前回はね、はい、今カメラ撮ってる田舎出身のね、はい、4ヶ月前40万近く払ったわ。払ってるわ。ということで本日もね、山田電機、春日部さん、大変お世話になっています。内面になってるよね、電機さんにね。今日もよろしくお願いします。そうだね、一本入れておきましたんで、バカになる日が来たのかなと。何買うの、通貨。まずですね、よくカメラ確定してます。あ、カメラ、カメラ。 SBC でよく試合で撮るんですけど、風が強くてバッタバタ倒れて1個も行かれ始めてるんです。 BC で買え、 BC で買え。ほら、 BC かどうかでもわからないので、まあ、ここにあの機材ぶち壊しマンガ。いやいやいや、カメラ確定で、うん、他にも何かあればって感じなんですけど、カメラはもう買うの決めてまして、はい、今使ってんのがですね AX55 とか60とかどっちかなんですけど、はい、ソニーさんの YouTuber が一番使ってるビデオカメラなんですけど、はい、ハンディーのやつね。ちょっと SE スタジオもね頑張って言うということで、グレードアップしようと。うわー、ついに。いや結構いい、昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳。 AX60 っていうので、はい、大体10万円ぐらい。今回 AX100、はい、ワンハンドなんかあるごとにマンのやめろ。こちらはですね、たぶん15万円ほどになってくるので。おー、いや結構張るなー。とりあえず買うもん決めて、そっから恐怖に怯えるじゃんけんは後で。そうだね、それだけじゃないからね。一旦デモンストレーションだけしてきますか。あ、そう、デモンストレーション、練習でね、練習だぞ、練習で、練習だ、練習。勝ちがかっこよくいきましょう。じゃあ行きましょう。最初はグッドグッドアイクでしょ、アイクでしょ、アイクでしょ。デモンでもこれ、でも負けつは負けで、勝ちつは勝つの。いや、すごいわ、すごいこと。最初はグー、じゃんけん、ぽい。おぉ、おめでとうございます。カメラいくらか知らないけど、下手したら結構いくべ。いや、いくいく。4ヶ月の間に俺何万払うの。そうだな、今回も BS のソフトとか入れたいから。BS 持ってねえだろ、持ってねえだろ。今回リアルにあれやりたいわ、動物の森。お、果たして出るんですよ、3月の中旬。動物の森、その予約の方もたつきさんお願いします。お願いします。もう俺なんて、いいよ、じゃあいいよ。この流れ本当にそうなるよ。怖いよ、怖い。そうだね、フラグがすごい。出張ラーとかいろいろやるから、メンバー下に4人1人1個これ買おうじゃん。ありあり。ここでさ、みんなでこれ買うのありだなって言ったね。バカになってきた。いいじゃん、買いな、買いな。なんで俺が買う目になってでしょ、でしょ、でしょ、でしょ。お前マジで負けろ、お前マジで。今日負けた方がいい。でもなんかせっかくだ、なんかねより良いものをね取れる機材欲しくなってくれる。綺麗の絵が見たいよ、俺は。見たい、綺麗な絵が見たい。すごい、いいな。リスナーとしてね、そうそうそう、それは見たいんだよ、我々は。バカになり始めて変なアドレナリンが出てる。テンション良くない。変なの出始めるよね、YouTuber あるある。一番高いの、バラスビー。いくら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 。でもこの中ではめっちゃ高いじゃない。こっちのあったよ、あったよ。これ5件個サイズが、これあれ機種が違うんですよ。さすが元ソフトバンク店員。あるじゃん、もう行っていいから。もう荒らしてるんだ。いや、携帯ショップで離れてたんで。そこを争ってもその痛くも痒くもないのよ。そう、もう金額がバカ言ってるから。そっからだから。これとかも超いいじゃん、これ将棋道場。将棋道場。数あるゲームから要素をピックアップしたな。動物の森。動物の森。動物将棋。動物将棋。動物将棋と将棋道場。ダブルコム、ダブルコム、ダブルコム。スマブラのガオガエ。カウンターするとね、火力が上がるんですよ。へぇー。超強い。なんで聞いといて興味ねえんだよ。めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。バカふざけてる。めっちゃ欲しい。ST ハウスのソファー買いたい。あ、そうだね。あれ結構も汚いんで。こいつらもういっちゃってるわ。だいぶ久しぶりで頭おかしくなってるわ。あっちカフェあるから飯食いに行く。もう色々関係なかった。え、めっちゃいいじゃん。これ話できないけど。何この色。めっちゃいいじゃん。え、2万だって。リアル20件じゃん。でも12万だけど。うん。リアル20件だよ。リアル、リアル。あ、どうもり、おお。あ、あるよ、どうもり。来た。今使ってる俺のマックケースがグッチのリュックに入るんだけど、でかくてちょっとはみ出てる。個人的に買えよ、そんな。コンパクトな。は？
なんかさらっと変なの入れてるけど大丈夫こいつ。いらねえよこれ。絶対いらねえ。個人的なやついるでしょ一人だって。いやまあ誰が誰も文句言えない。そうだからいいんだよ。あ、そっか。まあ素晴らしい。まあまあ一個だけ額ちげでき。でも記憶者もいる。記憶者。62,000ぐらいし。62,000ぐらいし。62,000ぐらいし。カメラよ。いやほんまやこれ。じゃやっぱこれ行くわ。うん。これ6万。さすがにもうそういう。6万でしょ。ええ。確率で書くわ。入ったらあれでしょもう出せない出せない出せない。ああ、確定。でかでかこれ。重そう。戦争行くんかこれ。高すぎだろ。渡辺陽子2個入りそうじゃん。カメラ1個と2丁の拳銃。めっちゃ守られてるちゃんと。じゃあまあはい、もうこれ購入確定。もう新ルールが追加されました。ここに入ったらもう出せません。出せません。はい、絶対買わなきゃいけません。ちょっと軽く貸してや。やばいやばいやばい。暴れる暴れる。一番ボケ。第一番ボケ。ボケ待機してるやついいんだけど。じゃこれはもう個人的に1個なくしたから。こいつの勝つじゃん。おい、いるんだよここにお前。これ。1.5倍だ。大盛りどうぞこれ。これ入れませんけど。はい、入れない。じゃんけんしていきましょう。だいたいいくらなんだろうね。一応店員さんに見せてもらったんですけど、今のところ21,2万です。おー、きついな。何がきついかというと自分のもんじゃないからね。そう、なんとそれよ。負けた人が払います。負けね、負け、OK、負けね、負け。最初グッチョキポイ。はい、よっしゃ。うお、最高でしょ、しょ、しょ。来た、来た。はい、持った、持った。持って、持って、持って。はい、はい、どうぞ、どうぞ。なんか入れるか、なんか入れよう、なんか入れよう、なんか入れよう。あ、じゃあティファール、ティファール。ティファール入れよう。ティファール入れよう。最近、湯沸かしの調子がね、悪いから。入れたらもう戻せないから。これぞ YouTube か。いやすごいわ。このカメラには神様が宿ってるもん。なんで負けにしたんだろうね。そこなんすよ。負けた人が払います。負けた人が払います。負けね。ちゃんと自分で選ぶ。選んだ道で買う羽目になる。宿命ですよね。そうだ。新スポから負け続いてますから。はい。怖いそれは。腹立つなお前。はいはい。買うんだよ。一旦持って。ちょっと胸挟んできた。ありがとう。サンキューでーす。ちょっと待てよ。ん？ちょっと待てよ。どうしたの？なんだこれ。ええ？え？ナイスナイスナイス。ゴブロ？え、買ってないよゴブロ。え、サービス？あ、買ったの。サービスサービス。サービスなわけねえだろ。え、マジで知らん。なんでこいつやってるの？じゃあやったよ。黒いパーカーのお兄さんが一緒にカゴ入れていてください。絶対お前じゃん。こいつじゃん。俺様がいるってやったぜ。ブラックいいじゃん。一番グレード高いやつ。しかも持つやつとかついてて、イランセット付きで6万円。ありがとうございます。で、もちろん SD もあるし。だって SD もこいつ追加しました。ふぃー、やってんな。やっぱりな、必要だからな、このプロは。イランプラス7万円になって、合計が29万。うわー、でっけー。帰りラーメンでもおごってやるから、みんなで。200円。俺1000倍多かった。はい、ガラスビルビーよこしてくんね。こんな感じでね、定期的にね、誰かが痛い思いをしながらいい動画を作るためにグレードアップしていくっていうのは SS スタジオなんでね。そうですね。こいつ当たることなくね。1回だけあるよ、この家電シリーズで当たったこと。これ7回ぐらいあるよ。ということで、はい、これからもね、より一層頑張っていきましょう。はいはい、さあ、はい、赤いボタンありますので、はい、チャンネル登録の方ポチッと、はい、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。
なるこれ、ほんとに最高だぜ。ありがてー、最高。